ービス協議会です。私たちは普段高齢や障害で一人で外出できない方たちの移動の支援をしています。病院に行ったり、役所のお手続きをしたり、学校に行ったり、それからこういうところに遊びに来る時のお付き合いをしています。移動サービスには車での送迎、それから電車やバス、そういうところに一緒について行って切符を買うお手伝いをしたりとか、人のコミュニケーションのお手伝いをしたり、そんなことが移動サービスと呼ばれています。ありがとうございます。